はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今回も引き続きですね、はい、ちょっとキャンプ動画、はい、上げていきたいなと思うんですけれども、はい、はい、今回はまたちょっと DIY、DIY、はい、まあ、やっていきたいなと思います。やりましょう。はい。まあまずちょっとまあ何持ってるのって話なんですけど、丸太。丸太。はい。まあこれね、ホームセンターとかでもね、なかなかちょっと丸太売ってないんで、まあ例えばなんかキャンプ場とかでたまたま運よく、はい、こういった丸太を見つけて、さらにこういったチェーンソーとかこういったノコギリですね、はい、お持ちの方はぜひやっていただきたいのが今回ウッドコースター。ウッドコースター、はい、はい、これちょっとやってみたいなと。やりますか。思うんで、はい、まあとりあえずですね、この丸太をただカットしてこうヤスリがけしてですね、はい、まあすごい簡単な DIY にはなるんですけども、はい、物は試しなんで、そのぶっつけですけど、うん、ちょっとあのやってみようかなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速まずはチェーンソーで、チェーンソーでやってみますか、はい、やっていただきたいと思うんで、じゃあちょっとこれ保護、はい、ゴーグルを、そうですね、安全のために必ず、ま、チェーンソー持ってくる方いないと思いますけどね、まあ、キャンプに多分いないっすよ。いないと思うんですけど、もしかしたらあの全国広しなので、そうですね、はい、あの中にいらっしゃるかもしれないんで、なかなかですよ、はい、木こりじゃないんですから子供と一緒にねとかって思いましたけど、なかなか子供でチェーンソー使う、いや使わせないと思うんで、危ないっすよ。それは必ずお父さんにね、はい、やっていただきたいなと思うんですけど、はい、じゃあ早速、じゃあチェーンソー、はい、スティールさんのチェーンソーですね、はい、でロック外して、うん、厚さそうっす、なんか 5mm ぐらいですか、イメージ、うん、まあその村田くんの力量っすよ、力量もあるんで、はい、まあ、適当な厚さでいいとかなと思いますけど、まあ、そんな厚くなく、うん、できる範囲で、できる範囲でちょっとやってみます。薄い感じで、はい、いきます、はい、めっちゃ斜めだまあ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 、まあ、どうすか、なんか上がってませんすごいすごい右肩上がりまあ逆にこれだったらね、僕飲み物置けないんじゃないかぐらいな、無理っすねあ、僕切るんで、はい、これでちょっと接写しててもらって、あ、いいっすね、いいっすね、いいっすね、はい、まあやり直して、まあいろいろありました、はい、いろいろありましたけど、はい、これぐらいの厚さでちょうど良さそうですね。そうっすね、はい、じゃあ僕はノコギリで、ノコギリでこの厚さ、いけんのかな、まあこんな感じでですね、はい、はい、村田くんの方はチェーンソーで、はい、はい、僕は手切りで、はい、やりました。めっちゃ息上がってますね、お疲れ様でした、はい、まあちょっとねこれぐらいの 5mm ぐらいですかね、厚さで言えば、はい、うん、まあこれ今切り出しましたので、ここからまずサンドペーパーか何かでちょっとあのヤスリがけして、はい、はい、断面ちょっときれいにしていきたいなと思います。はい、じゃあヤスリがけもですね終わりました。終わりました。はい、あの表面もねツルツルして、そうですね、はい、もうこれだけでも全然ねウッドコースターとして成り立つなと思うんですけども、まあ、せっかくなんで、はい、僕らこのスギーズの今 T シャツ着てるじゃないですか。着てますね、はい、なのでここにスギーズこれちょっとスプレーで塗って、はい、終わりにしたいかなと思います。はい、はい、おー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 おおおはい、じゃあこんな感じですね、はい、ウッドコースター完成いたしました。しました。
はい、作業自体はね、はい、だいぶ時間かかると思います、はい、おそらくはかかりますね、はい、まあ冒頭でお伝えした通りですね、キャンプで DIY って言いましたけど、これはご自宅でお子さんの自由研究とかにぴったりの企画なんじゃないかなとちょっとやってみて思いました。そうですね、まあなのでですね、まあ、ちょっとぜひお時間があればお子さんとちょっとやってみるのも面白いかなと思います。はい、じゃあ村田さん本日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。これなんか元も子もないけどさ、はい、家でやって持ってきた方がいい。それ元も子もないですよ本当に。めっちゃこの動画を根本から否定するかもしれない。いや、せっかくキャンプでの DIY を歌ってたのに最初で。